ヨナ書、四章。ところが、このことはヨナを非常に不愉快にした。ヨナは怒って、主に祈った。ああ、主よ、私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで、私ははじめタルシュへ逃れようとしたのです。あなたが、情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かで、 災いを思い直される方であることを知っていたからです。ですから、主よ、どうか今、私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がましです。主は言われた。あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは都から出て、都の東の方に座った。そしてそこに自分で仮小屋を作り、都の中で何が起こるかを見極めようと、 その影のところに座った。神である主は一本のトウゴマを備えて、ヨナの上を覆うように生えさせ、それを彼の頭の上の影にして、ヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこのトウゴマを非常に喜んだ。しかし、翌日の夜明けに神は一匹の虫を備えられた。虫がそのトウゴマを噛んだので、トウゴマは枯れた。 太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は弱り果て、自分の死を願って言った。私は生きているより死んだ方がましだ。すると神はヨナに言われた。このトウゴマのために、あなたは当然であるかのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。 主は言われた。あなたは自分で老さず、育てもせず、一夜で生えて、一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私は、この大きな都、ニネベを惜しまないでいられるだろうか。そこには、右も左もわからない、十二万人以上の人間と、数多くの家畜がいるではないか。